ないな、うん、ないなし得意の、うん、じゃあ正面からの方がいいな。さあ本家腹筋、本家の腹筋の球をアゲンスト、このアゲンスト腹筋得意ですよ。かあえっくい。じゃあラブリーラブリー、バーの左サイド壁あっても最高やね。めくれませんわ。ナイス。さあ、打つか。もう打つってよ。なんて、なんて打つってよ、腹筋タイプで。お、技術を、背筋が技術で腹筋を打つと。オッケーオッケー。打って いるからね。そうね、いるいるいる、それはいるよ。世界だから世界だからテクニカルスポーツだからね。おおよいしょ、うまっ。 OK、 おお、いいね今の。ナイス。そうやってゴブフしていかんと。で、意外とそれでいいドローやから、うん、自分の持ち球うまくなって使えてるよね。アライメントが下手やったもんね、うん、どうすか。アライメントでしょ。180アゲンスト。どうするかな。球筋をイメージして決まった。ナイス、完璧。やばい。シャープ。ナイスオン。やべ、めっちゃいい。シャフト書いてバリ良くなったね。つぶさんくなった。やばいね、そんなやっぱ、いや変わるよね、そうね。でもね、うん、ダイナミックからモーダス3やったっけ、システム3か、システム3、モーダスのシステム3に買いました。めちゃくちゃいいです。これ超えたいけど、キヨシプロ一回超えたんですけど池に落ちちゃったんで。ナイス。ナイスファー。
ナイスボギー、ナイス。よいしょ、オッケー、皆さん横ぐらい、手前ちょっと、手前やね。おい、そうでしょ。まあ、いいやろ。全然違うよ。いや、ナイス、ナイス。もうせっかく真面目に今日撮ってたのにさ、すぐそういうことするからさ。はい。うわいしょ、器用ですね。うお、これは曲がってるよ。ハイブリッド理論、ハイブリッド、あ、それでもいいですね。本家の背筋、うわー、弾強っ。オッケー、シャオ狙う、こっから行くよ。オッケー、ナイス、いいじゃん。
うん、金で15は置いてかれとるね。だって今第一のフェードボールやったっけんね。しかも低い低いなんかライナー製のボールでティーヒック、うん、そうだね、ティーヒックカットね。清志プロが悔しがってます。仕上がりが早いよ。おー、メツチもやるね。いや、専属だから。あ、専属でしたね。こういうところだから宮崎レイクサイド、うん、俺が元祖だから元祖ヘッドプロ味わかんなかったもんさっき俺スタートして入っとって今かなかったやろ。81ヤード、54度。あんまり引っ掛けずにフォロー、ちょいフォロー、ま、かー、うえ、ナイス。この距離54なんだね。いや、打検体、打検体っつってしまったこの距離、俺もこの何ヤードやったっけ今。81ヤード、81、56か58、いや58ぐらいかなと思ったけど54ないの。ワンスピンやね。え、普通、いやスピンよ今、ね、まあ、遅いだろ。はぁ、あれを普通打ったら戻るじゃん。なるほどね。ああいうとやっぱね、こっちお、やっぱこっちのね、こっちのね、しっかりと、ああ、あの今の技は大丈夫にできれば、ね、なるほどね。 できねえもん。ツアーな、ツアー何勝？え、2勝です。ツアー2勝、ツアー1勝で、僕が、で、あれ、カブツアー3勝ですね。カブツアー合わせ3勝です。じゃあ、大丈夫、大丈夫に2勝です。通算5勝、あー、すごいじゃあ、セス。しっかりね、こうやって目つちもして、マナーもいいです。例えば、秋吉プロが教えてくれてます。ボールがね、どこの一番高いところ、頂上に見る。こうやって。だから、あそこからここじゃなくて、自分のあれ見るよ。すごい放題、放題ですね。したら、打つところ、そうだね、頂上、一番上、はい、一番、球を上げるでしょ。そしたら一番上を見ないけど、どこに打つか、最高到達点、最高到達地点をイメージしなさいと。例えば、じゃあボールをね、上げたいと言うじゃん。次にさ、ロブはしたいでしょ。でも、あそこ見るじゃん。そしたら絶対こうなるやん。うん、わかる。なるほどね。自分の一番高いところ、こうやってアドレスから変えるんですね。こうやってイメージね。そうすると肩がこうなるじゃん。そしたら多分上がるけ、ちゃんと打ってみて。自分の一番高いところどこまで打つかっていう。スコープ見なきゃいいよ。上自分で、この辺、上ですね。いやいやいや、でも悪くない、悪くない。ここを見たら絶対肩をこうなってる。ああね、これをこうやった、自分でこうなってやった肩を上げる、上に。大事ですよ。幸せだね。はい。
ナイスバディー。セップナイス。ナイス。